はい、皆さんどうもおはようございます。今日は時刻の方が7月6日7時52分です。ちょっとね、ここまで歩いてきてだいぶ暑い感じです。それでですね、アングラさんは土曜日の終わりには少なくて 1,2,3 名僕より上流側に、下流側には1名2名っていう感じですね。で、濁り方はこんな感じなんですが、ここまで濁ってないです。ちょっと今船が来たのでめちゃくちゃつけ目に回っちゃってますけど、もうちょっとマシですね。ただでも濁ってることは濁ってます。昨日よりちょっとマシてますね。はい。で、あの H 際をたまにマイクロベイトがね、スーッとこう畳3分の1ぐらいのぐらいでちょっとこう際を泳いでるのは確認できましたね。はい。で、浦安側も空いてて、まあ潮が動いてないんですけど、全然1名2名3名4名5名6名78、9、10、11、12、13、14、14名から15名ぐらいですね。やっぱ裏安があるのが混んでますが、間に全然入れるぐらいの余裕はあります。全然でもないけどありますね。はい。で、やっぱ一つ思ったのが、ここまで来るのに、かなりね、釣りしてて、ベイトの人がすんごい増えましたね。半分までいかないにしても、もうなんか3分の1ぐらいはベイトキャスターなんじゃないかなっていう感じはしてます。うわ、やば。28度ですって。暴走しております。28度。ここ。28度です。昨日からかなり上がりましたね。2度ぐらい上がったんじゃないですか。これは計測のしごたえがあると思うんですけど、これね、最近マジで多いのが、この際にある草とかにいる、よく言いますけど、ブラックイモムシ。ベローズスティックじゃないですけど、ブラックイモムシがいるんですよ。夜間はもうしょうがないですけど、踏んじゃってもね。で、こういうとこも普通に海で泳いでるし、さっき来るまでもう一回ちっちゃいやつ見たし、上ですけどね、下じゃなくてさっきは上でしたけど、やばいっす。はい、今日はアブガルシアの上位機種であるこのゼノン LTX ですね。最近ちょっとね、ブレーキ調節に面白みを覚えてるんですが、こうやって外して、ここにね、マグネットがついてるんですよ。それを外したりして強弱をね、ちょっとできるんですけど、この銀色のやつですね。はい。で、めちゃくちゃ小さい、もうバスですね。バス釣りロッド 7.9 フィートの竿でいきます。で、14g のベイトで、マゴチット木ブレ、運が良ければシーバスで狙っていこうと思います。ブレーキはちょっとね、前回マグネットフルついてたんですけど、今回半分ぐらいまで減らしたんで、ちょっと、かなり伸びが変わってきてると思うんですけど、ブレーキダイヤルはちょっと半分よりもちょっと弱めのところでやってます。次のキャストでまた2個弱めて当たりどころを探していこうと思います。28度はやばいっすね。プール開きですね。まあでもシーバスにとってはぐったりしちゃうかもしれないけど、キビレとかチルにとってはそこまで嫌じゃないのかもしれないし、その辺も含めてね、反応が調べられたらなと思います。ちょっとね、ファーンと音がうるさそうだから、あんまり強くないところでやると思います。最近結構こうね、バンプさせると反応がいいんで、バンプさせていきます。見つけてくれやすいのかもしれないですね。ほら、マイクロベイトあります。マイクロって言ってもまあ5センチぐらいはあるんですけど、小型のイナッコですね。風は、旗も揺れてないんで分かると思うんですが、1メーターから2メーターぐらいと全然風がない状態です。なので空調服が非常に生きる感じですね。あと、あれなんですよね、コメントじゃないな、まあ、DM もらったんですが、まあ、確実性はもちろんないんですけど、それを
この川に、なんだ、漁業権が敷かれてるかどうかはちょっとね、僕もわかんないんですけど、例えばね、スズキ取ったらダメですよと、漁師さんがそれを糧に生活してるんで、一般人はスズキを狙っちゃダメですよと、持って帰っちゃダメですよとかっていうのが、その、ね、守られてると漁業権になるんで、まあ、アワビとかサザエとか分かりやすいって言うとなんですが、多分 なんだろうな、アサリとかも本当はダメなところとかもあるんですけど、ここで言うと量だとシジミが多いんですけどね、江戸川は海景で言うと。でそのコメントもらったのは、その、まあ、取っちゃいけないものをとか、取っちゃいけない道具とか、そういうものを使ってるのかちょっと分かんないんですが、まあ、とりあえず密漁じゃないかという疑いがある、まあ、人物というか、まあ、その船なのかちょっと分かんないですけど、があったと。まあ、水産庁とか、そういう海保とかに聞いてみたけども、まあ、その時はね、なかったんですけども、まあ、そういう人がいたら、ちょっとこうね、相談してみるとか、最近そういう人がよくいるんですけど、とかっていうのはね、禁止な行為を、密漁をしてるっぽい人がいたら、連絡とかをねしてもらえたらいいなというのを連絡もらったんで、もし皆さんもねそういう機会があったら、あからさまにあったら遠くからでいいと思うんでね、自ら注意する人は全くないと思います。こういうところでこういうことやってる人がね、なんかこういう助言使って撮ってる人がいるんですけどとか、なんかああいうところで船すごい動かしてめちゃくちゃぐるぐる回ってるんですけど、あれっていいんですかとかっていうのを促してほしいということだったんで、まあ危険、違法っぽいことがあったらとりあえず確認してほしいということですね。なんでまあ僕もまああれは、まあ、僕がいる旧江戸川とか、まあ、行くところでは、ね、そんなに例えば暴走でね、なんだ、浮き輪つけててタイヤみたいに浮かべてて、で潜ってる人がいて上がってきて入れてるって言っても、ウェットスーツ着てなんかね、それこそゴーグルつけてやったら、ね、そもそもどういう感じで漁をしてる人か分かんないから、プロかもしれないし、漁業権を持ってる人たちかもしれないし、持ってない人たちかもしれないから、まあ、何も言えないですけど、まあ、怪しい人がいたらよく見かけるなとかっていうのをちょっと問い合わせてみてくれっていうことでしたね。そういう人がいますよっていう、いいんですかっていうね、そういうことをちょっと伝えてほしいということでしたので、まあ、僕も気をつけますけど、皆さんもあったら、まあ、過剰じゃない範囲でね、ちょっと気にかけてほしいということです。当たんないですね今日。こっちもエローズスティック 2.8 インチ、今日はエラストマーじゃなくて普通の素材の方のノーマルのエローズスティックでやってます。そしてあれだ、ウェイトは 14g のウェイトですね。タンク支点じゃないやつですね今日は。結構ね、14g ぐらいまでは僕もタンク支点じゃないのを取り入れることはあります。基本的には本当はタンク支点を使いたいんですけど、やっぱ大きくなってくるんで、ね、14g でもこのぐらいあるんですよ。これタンク支点じゃないやつですね。僕は一応これにノットガードをつけてます。これノットが傷つかないように、でスイベルスナップをつけているところに、ウェイトをつけてます。そうすることによって、ウェイトをね即座に変えられるんで、はい、ということで今日は、ですね、休日らしいマラソンしてる人が非常に多いキュエル側でした。ブレーキはだいぶいい感じに伸びてきてくれるようになりましたね。はい、こんな感じでこの後も引き続きちょっと車両の方とかも見て、サイトできないかっていうのをチェックしながらやれたらなと思います。あと20分ぐらい頑張ってみます。はい、ではご視聴ありがとうございました。今日の旧江戸川はのんびりしている感じでした。失礼いたします。